新聞紙、新聞紙とは新聞に使われる紙である。メディアとしての新聞紙が新聞と省略されたことに伴いもっぱら紙自体を指す用法が生まれた。経済産業省の生産動態統計分類による分類では新聞巻き取り紙とされている。新聞紙は英語のニュースペーパーの直訳であり、新聞がニュース、紙がペーパーの訳である。本来は 現在で言う、新聞を意味し、新聞紙条例、新聞手法などの新聞紙は、この意味である。日刊紙、全国紙、各紙など、新聞の意味で、紙という漢字を使うのも、この語法の名残である。その後、新聞紙を、新聞と略した。それに伴い、新聞紙を、ニュースペーパーの意味で使うことは減り、紙自体を指すようになった。 1938年に発行され変色した新聞新聞用紙の最大の用途は新聞の印刷である。長官、有刊などの配達時間の関係から新聞印刷用の輪天機は大量の印刷を短時間で行うように設計されており巻き取りで印刷される。このため紙の流れ目方向に強い力で引っ張っても破れないことが品質的に求められる。 また、カラー印刷された紙面も多く、ページ数も増大傾向にあることから、配達の利便性や見た目の美しさなどの要求から、薄く、丈夫で、白く裏抜けしない、というそれぞれが矛盾する品質を求められる。すなわち、という具合である。基本的には、TMP と古紙を主要な原料パルプとして使用する。古紙の配合比率は、 各製紙メーカーによって異なるものの100%腰というものも存在する。TMP は機械的に木材からパルプを取り出すためクラフトパルプよりも白色度が低い。また木材に含まれるリグニンがパルプ中に高濃度で残留するため太陽光に当たると容易に黄色く変色する。古新聞が黄色くなるのはこのためである。用紙の重量によって 以下の5種類に分類される。日刊誌のような新聞では、エルシー以下の紙が主に使用される。新聞紙を生産する日本のメーカーのシェアは、1996年時点で、王子製紙日本製紙大王製紙大昭和製紙丸重製紙中越パルプ工業、兵庫製紙大阪製紙北上製紙となっている。この後、 製紙業界の再編成が行われたこと、北上製紙が新聞紙事業から撤退したことなどから、社名や順位の変動が生じた。国内の新聞紙生産量は2006年をピークに、減少をたどり、新聞紙の輸入も2000年代まで数千トンの規模で行われてきたものが、2011年代以降は1000トンを下回っている。 新聞販売店による古新聞の回収を読み終えて必要のなくなった新聞紙は古新聞と呼ばれ基本的に廃棄されるか廃品回収の対象となり古紙から再生紙にリサイクルされるしかし一度にまとまった量が手に入る均質な紙でありかつ本のように中、閉じされておらず一枚ずつ容易に取り分けられるため処分する前に転用されることがある もともと不要物であるため、いずれの用途においても気兼ねなく使用できる。新聞紙を放送紙などに用いる場合がある。昭和期以前はよく用いられたが、次第に新しい放送材料が使用されることが増えて、新聞紙が使用されなくなる傾向にある。しかし今日においても石焼き芋屋などでは用いられることが多い。また、新聞紙は表面をコートされていないため、 身近に存在する他の紙と比較すると吸水性が高い。例えば植物のお芝標本を作成する際に水分の吸い取り紙として使用することができる。雨が降って濡れた靴の中に新聞紙を丸めて入れておくと水分を吸って乾きが早くなるという知恵もある。さらに生活の知恵として窓ガラスを拭くのには湿らせた新聞紙を用いるとガラスが綺麗になることが知られている。 これは新聞紙面の印刷インクが水分を含むと海面活性剤の役割を果たし、かつ新聞用紙が丈夫であるため水分を含んでも破れにくいためである。かつては畳の下に新聞紙を敷くことも多かったが、近年の住宅では機密性の向上によりほとんど行われなくなっている。実用的な用途のほかおもちゃ代わりに使うこともできる。新聞紙を使って 折り紙や切り絵をしたり、紙面に落書きをしたり、あるいは丸めた新聞紙を刀に見立てて、チャンバラごっこをするなど、子供にとっては様々な遊び道具となる。転用された古新聞に新たに資料的価値が見出されるケースもある。例えば、戦前のお芝標本に使われた新聞紙の中には、実物はもちろん縮刷版も残っていない、地方紙や業界紙、 急に本領で発行された新聞などが含まれていることがある。ありがとうございます。